レディーストーカー。ん？悪魔？なんだこりゃ。クライマックスが億劫。宇宙。立体ロールプレイング。アドベンチャー。仕掛けだらけの島で謎が謎を呼び水の中2点3点するストーリー。立体ロールプレイング。ノンストップ冒険活劇。レディーストーカー。 See you soon。 さあやっていきましょう。ミシオ、なんか6個もセーブできるんだ。ステレオモノラル、色合いまで変えられんの。昔昔、ある大金持ちの家にレディーという娘がいました。娘はとんでもないじゃじゃ馬で、娘の通った後には災いだけが残るとまで言われていました。旅がさらなる大騒動に、娘の父はついに我が子を庭の離れの家に閉じ込めてしまいました。そうは言っても可愛い我が子、娘の父は二人の付き人をつけました。料理人兼用心棒のカクス、家庭教師兼庭師のヨシオ。この二人は不思議な魔術を使うので、さすがの娘もかなわないようでした。脱走を夢見る娘とそれを阻止する男二人。その果てしない戦いがまた今日も始まる。これは RPG なのか？あそこの亀裂がなんか怪しい。さあ逃げるぞ。やっぱりあの亀裂が怪しい。すげえ。こうした壁。ハゲ取らんぞ。うわ、攻撃してきた。おお、すごいすごい。おお、すごいすごい。めっちゃ襲ってくる。おいおい、燃える燃える燃える。燃えるよ。屋敷が燃える。火事だ。あら、燃えた。なんだこりゃ。ここから話が始まるのね。逃げ出したところから始まるのね。あら、いきなりなんだこりゃ。あ、アクション RPG？ もしかして。なんか斜めなのがちょっと操作しにくいな。全部ね、斜めにしか操作できないんですよ。画面が斜めだ。うーわ、使いにくい。麻痺のお札、スプリング、お薬一応買っとこう。はい。うーわ、操作しにくい。斜めかよ。ここ慣れるね。時間かかりそう。入刀ビザを見せてください。いけません。ビザありません。教会は何の？な？セーブかな？日記、あ、セーブね。はい。すごい。思いっきりドラクエ意識してるね。ドラクエの影響受けてるね。はい。話聞くのね、LR ボタンなんですよ。はい、審査。入刀ビザをもらいに行きます。A ボタンで攻撃。B ダッシュで ?B ダッシュ、ここが。あ、ジャンプじゃなくてそのまま走るのか。これ落ちんのかな、水の中。落ちちゃうし、あ、何？なんだ？A ボタンね。何これ？敵か。
何これ、イチゴかトマトか化け物なの今の。野菜でしょ今の。もしかしたらこれは結構なクソ、あ、落ちた、また。結構なクソゲーじゃないのこれ。すっげえ操作性悪い。あ、トマトか。うわ、操作性悪っ。斜めしかいけないんだもんな。下を押したら斜め右に行ったりするしな。ん？はい。何もいないのかよ。はい。うん。力を入れてると気合がたまる。あ、ため打ちできるんだ。なるほど。今ためたの？はい。気合をためるのはそういうことか。ため打ちはできないのね。物を持つときは A プッシュと念じるといいよ。はい。ああ、謎ね。これもドラクエ意識してるね。影響を受けてるね。うん。ダンジョンね、ダンジョンの中の謎解きとかほんまドラクエそっくりやな。もう欠点はほんまに操作性が慣れるの大変。左斜め上を上っていうイメージで操作すればいけるわ。慣れだよね。なんだ。そういうことね。いけないよ。あ、こっちか。こうか。はい。落とされるね。落ちる。ダメだ、まだ操作は慣れない。うわ、なんだよ、ほら、位置がね、いまいち把握できない。ああ、バイ。こうか。あ、ほら。なっ。はい。ここで終わった。ニュートピザ、ビザ。はい。落ちた。ニュートピザ送れ。これ、ね、操作が斜めじゃなかったら面白いと思うけど。映画館。まあこうやってね、悪者の紹介してね、物語が流れていくって感じかな。まあ倒す目的をこれでね、見つけるって感じでしょ。魔物ね、魔物巨大化装置。うん、わかったから早くしてくれ。うん、わかったよ。すごいな、これ自分の意志で先に進めない。わかった。なんか、はしごでですね。うわぁ、一本で登ってる。うわぁ、落ちた。操作になれないよ。おじさん。まあ、いいや。操作性悪いな、ちょっと。この斜めやめて。これ、効果音もドラクエにそっくりやな。この操作が斜めっていうのさえなきゃね、面白いと思うよ、これ。斜めじゃなくていいのに。なんか、見たことないのが。わかんないし。こうか、あと。ああ、もう、現在地の把握はちょっと難しいな。毒中和ってなんだ？荷物、毒中和ってなんだ？あ、毒の中和か。
ほんまに操作がね、完全に慣れてしまえば面白いと思うけどね。まあいいや、こんな感じのね、なんとなくドラクエの匂いがするようなね、アクション RPG です。ね、ちょっとね、操作性がちょっと残念ね、移動のね。